法根王大使ノルウェーの多い継承順位は、ノルウェー憲法第6条に規定されている。現行の規定は1990年に改正されたものであり、原告王及びその兄弟姉妹の着出の子孫について、性別に関係なく、長子を優先して、法定推定相続人の権利を与える最長子相続性としている。ただし、経過措置として、 1970年以前に生まれたものについては男子のみが多い継承資格を有し、1971年から1989年までに生まれたものについては男子優先とする。そのため、原告王ハーラル5世の第一子であるマッタルイセ、王女とその子孫よりも、第二子であるホーコン王太子とその子孫の方が継承順位が早い。また、原告王の姉である、 ラグンヒル王女とアストリット王女は1970年以前に生まれた女子であるため、その子孫も含めて王位継承権資格がない。王位継承資格を有する者がいない場合、国王は王位継承者をストーティングに推薦することができ、ストーティングは国王の推薦に同意しない場合には王位継承者を選挙することができる。国王死去時に王位継承者がいない場合は、ストーティングが 王位継承者を選定する。新国王は王位に就いたときに憲法第9条に基づきストーティングの議員に対して宣誓を行う。皇帝推定相続人、法根王太子と娘のイングリッド・アレクサンドラ王女。ありがとうございます。